ホルガー・シモン・パウリホルガー・シモン・パウリは、デンマークの指揮者、作曲家である。エドバルド・グリーグのピアノ競争曲異端調作品16の初演を指揮したほか、オーギュスト・ブルノンビル振付のバレエ、ナポリなどの作曲者として名を残している。コペンハーゲンで生まれ、クラウス・シャルにバイオリンを学んだ。デンマーク王立管弦楽団に加わり、1864年に指揮者となった。 パウリの指揮したローエングリン、ニュルンベルクのマイスタージンガー講演は、デンマークにおけるリヒャルト・ワーグナー作品の普及に、大いに貢献した。1869年4月3日に、世界初演されたエドムント・ノイッペルタのピアノ、デンマーク王立管弦楽団の演奏によるエドバルド、グリーフ作曲のピアノ競争曲位単調作品16では、指揮を担当した。 パウリは作曲家としても活動し、オペラ一作、バレエ13作、助曲を一つ作曲している。1891年にパウリはコペンハーゲンで死去した。ありがとうございます。